竹富島の棚類は農作物の豊穣と島に暮らす人たちの無病息災を祈願し9日間行われる島の一大行事で、今年は4年ぶりに通常開催されました。祭りの7日目には遊夢中滝の広場で島の青年たちによる棒術や中学生の太鼓、婦人会や共有会による舞踊などが奉納されました。続いて場所を特設舞台に移し、ミルクの神が大勢の子や孫を引き連れて登場し、島の人たちの子孫繁栄を願いました。棚類の奉納芸能は1日で20演目以上披露され、島の人たちが総出で演じることで知られており、訪れた観光客らは演目が終わるたびに拍手を送っていました。